堅い守備、カウンターが持ち味の11位アルビレックス新潟をホームに向かいます。 J1 第15節です。名古屋市にあります瑞穂陸上競技場、両チームの選手が入ってきました。ピッチコンディションは22度6分、湿度 71% と蒸し暑い中でのゲームになります。解説は早野宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピッチサイドの情報は杉岡秀樹アナウンサー、実況私酒井でお伝えします。では名古屋のスターティングメンバーです。ロンドンオリンピックを目指す22歳以下の日本代表、永井健介がいませんがほぼベストに近いメンバーです。 4-3-3 のシステム、ゴールキーパー奈良崎、ディフェンダーは右から田中ハイマ、トゥーリオ、マスカワ、阿部、ワンボランチダニルソンで前に中村直史と藤本純吾、センターフォワードにはケネディ、右に小川、そして左に好調玉田という布陣です。永井はいませんがサイド攻撃がいかに出せるかがポイントになりそうです。一方の新潟、同じく U22 の日本代表にセンターバックの鈴木大輔、サイドバックの酒井豪徳が選ばれました。主力の最終ライン2人がいない状況での今日の試合となります。スターティングメンバーです。 4-4-2 のシステムです。ゴールキーパーは先日日本代表にも選ばれた東口、ディフェンスセンターバック千葉と組むのは今日は J リーグ初スターティングメンバーの大野、右に藤田、左は石川、中盤は小林義行と本間がバランスを取ります。右に帝、左にチョヨンチョル、ツートップはブルーノロペスと大島というコンビになります。さあ間もなくキックオフです。今前半の45分が始まりました。左にエンドが赤のユニフォーム、ホーム名古屋グランパス、右が白のユニフォーム新潟です。阿部が大きく蹴って小川のところ、激しく行ったのが5番サイドバックに入っています石川です。今日は左にサイドバックが石川、センターバックは大野という初スターティングメンバーです。小川からワンタッチで右に叩く、右のサイドバック田中ハイマが上がってくる、戻してグランパスはサイド攻撃が得意、くさびのボールを入れます。玉田が引いてもらって左に展開、いい形です。阿部がそのままクロスを入れます。少しこのボールは長くなりました。まだオンプレイ、もう一度サイドからという展開です。藤本純吾クロスを入れてケネディが待っている、ワンポイント落としてシュートまではいけない。ここでトゥーリオのシュートです。はい、グランパスの非常に厚みのある攻撃が今立ち上がりから見れましたけども、今日の審判です。主審西村さん、副審は須原さんと小倉さん、第4審は野田さんです。はい、J リーグ初スターティングメンバーということで、やはりそのあたりも受け身になってしまうと、そうですね、やられてしまう部分もあったかもしれませんからね。選手としてはどうですか、ね、チャンスです。クロス入れてケネディ、まあ、大野君にとってはいつかはね J リーグデビューをしなきゃいけない、それがもう一度グランパス、いい上がりのあった中村直史から右サイドバックの田中ハイマが上がっている。田中ハイマが仕掛けてクロス入れてくる、ケネディがまずヘディング折り返して玉田のところ、わずかに合いませんでした。まあ、ただグランパスの良さ、サイドの攻撃という形が田中ハイマがこう体現しましたけどね。となりますが、この試合のあと明日韓国に向かうというスケジュールです。韓国はずいぶん招集がゆっくりですね。今週の初めから日本代表は合宿を行っています。さあブルノ・ロペス、またダニエルソンが後ろからカバー、おっとこれは倒れてファウルになります。トゥーリオのファウルでフリーキックいい位置、ダニエルソンが奪いかけましたが、今ブルーノ・ロペスのやっぱりこう強さですよ。ダニエルソンのプレッシャーをかき分けて最後シュートシーンでこれトゥーリオにファウルを受けたということですけど、藤田が巻いてきた、わずか、いいボールでしたね。キーパーの逆をついたようなシュートですけど、どれくらい外れましたかね。わずかだと思いますね。一瞬奈良崎も反応が遅れた、そんな動きを見せましたね。まあ、一つはね、壁の上というのも考えておかなきゃいけないですから、見にくい角度だったかもしれません。ですね、
まあ、その時に怪我人、それからコンディションなかなか上がらないということが加味されて調子が上がらなかったということはあると思いますね。カウンターを狙う新潟、チョヨンチョロにボールが入って前、ブルーノ・ロペスが待つ。田中ハイマが追いかける形のディフェンスになる。ここは急がず自分で勝負を仕掛ける。中シュート来た、楢崎弾きます。チョヨンチョロ、これは新潟の狙いの形と見ていいでしょうか。はい、まあ、試合前に申し上げたように一人の力、個人の力でこうフィニッシュまで持っていける力ありますんでね、ここはやっぱり名古屋は気をつけなきゃいけない。ブルーノ・ロペス右サイド、オフサイドです。いい形でしたがわずか。去年は韓国のフル代表にも呼ばれましたこのチョヨンチョルです。玉田がここまで引いてきています。この位置です。玉田としてもどうでしょう、少しボールが来ない分裏に出します。小川へヘディング、中央、ケネディ、ディフェンスが よく足に当てました。トゥーリオからの1本のロングボール、裏に抜け出した小川から最後はケネディのシュートです。はい、なかなかこうコンビの動きというのはグランパスなかったところ、小川の動き出しの速さとケネディがあったこのピンポイントのシュートシーンですけどね。ディフェンスには当たらず、藤本からのこの精度の高い左足のボールでした。ここ何場面か玉田がかなり引いていますが、この辺りの意図、前半の間もなく27分というところです。ダニルソンはミドルレンジからのシュートがあります。右サイド流した田中ハイマ、中村直しへ呼んでいます。いいディフェンス、しっかり対応しました。今日 J リーグ初スターティングメンバーの若い大野です。今もこれ読み勝ちですよ。人に強いタイプのディフェンスです。今日は22歳以下の日本代表の鈴木がいませんが、その穴を十分に埋めています。藤本純吾、縦に行く、右足で入れる、中央シュート、決まった。玉田が中へ、いい形。玉田今シーズン7ゴール目、先制名古屋グランパス。前半27分、今のも攻めあぐねてたという説明をしようかなと思った。このやっぱりバイタルというか、この後ですよね。藤本純吾が仕掛けましたね。そして右足のクロスになりました。あそこに前向いて入れられてしまったのはなかなかなかったんですよ今までね。で、左利きなんでということをちょっと新潟ディフェンス意識しましたけど、玉田は今シーズン呼び込んでますね、ゴールを。いいところに走り込んでいました。前半28分先制、玉田のゴールでグランパス。チョヨンチョル、久々にボールに触る。チョヨンチョルがここは出すところが少しないか。あー、ダニルソンが長い足でボールを奪う。そしてケネディキープ、裏に出してもう一度グランパスボール。藤本から右サイドを突く、いいボール玉田に入る、いい形になった。中に入ってシュートでしょ。シュート来た、ここはヒットしませんでした。今中村がね、今疲れちゃってますけど、玉田の前にこうダイアゴナルで動いたことによって中でシュートを打てましたけどね。今この画面で中村直しがディフェンスを引っ張ったわけですね。そこの間でシュートに行った。ボールを引き出す動き、選手が連動しながらポジションチェンジができるようになってきた。そこを自らも手応えを感じていました。いや、藤本も今ね、裏の動きを一回入れながら今下がってきたり、少しずつ動きが出てきましたね。はい、ここもロングボールですが、小川がキープする、ケネディだ。2点目グランパス。前半37分、1本のロングボールから小川、そしてケネディ、さすがピクシーですね。動き出しなさいと言ったら動き出したところで点取りましたからね。しっかりと動き出したところにまた小川がいいトラップで最後ケネディが詰めていきました。ケネディ今シーズン3ゴール目、マスカーからのフィードです。前線がやっぱ動いてるんで、ブロックを作ってる選手はちょっと後手を踏むんですけど、トラップが少し長くなったところ、いいところにケネディが行ったのかもしれませんが、これはケネディは小川選手に何かプレゼントしなきゃいけないですね。このボールは今シーズンなかなか流れからのゴールがなかったこのケネディ、去年の得点王ですが今年ようやく3ゴール目。
そのあたり去年初のリーグ優勝を果たしたグランパス、勝負強さが徐々に今シーズンも出つつあります。また右サイドバックの田中ハイムがいい位置になった。クロスを上げてケネディが待つ。ケネディヘディング落として、もう一度いけない、シュートまではいけませんでした。まあ、ただこれ前半このまま終わったとしても、後半の早い時間帯に新潟が点を取ればゲームというのは大きく流れ変わりますし、ここで前半終了のホイッスルです。前半終わって2対0、グランパスが2点をリードして折り返します。